どうも、斉藤俊史でございます。さあ、今日はですね、近代文学紹介シリーズ、川端康成、伊豆の踊り子編でございます。はい、伊豆の踊り子ね、川端康成の中で一番有名な作品ではないでしょうか。まあ、先日ね、雪国の方を紹介したんですけれども、雪国よりもひょっとしたら有名かもしれない伊豆の踊り子というタイトル、一体でもね、どういう話なのか知らないという人もね、結構多いと思います。今日はですね、それどういった話なのかとね、内容の方を探っていきたいと思います。道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、天足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい速さで麓から私を追ってきた。もうね、この冒頭の一文からむちゃくちゃ美しい文章。やはりね、雪国の時も思いましたけども、このやっぱ川端康成のもう一番のこの、強みというかですね、やっぱり一番すごいところというのはこの文章のうまさでございます。そして流れるようなね、文章なのに情景がファッと浮かんでくるという、素晴らしいですね。本当にその内容云々よりもですね、その文章を読むだけでも非常に勉強になりますし、川端康成ここにありという感じがいたします。はい、で、一応主人公はですね、私でございますね、は20歳でございます。はい、高等学校の制服をかぶりですね、紺がすりの着物に袴を履き、学生カバンを肩にかけている男でございます。はい、まあ正直ちょっとこうエリートに思うんですけれども、まあ後に分かるんですけれども、まあ孤児として育ちですね、まあちょっと自分の性格が歪んでいるんではないかということに思い悩み、一人旅に出たという経緯があるんですけども、まあ正直決してそんな風に思いません。それは後で、まあ、名乗されるんで、あ、そうなのかと分かりますし、まあ、伊豆の踊り子のね、まあ、解説文なんかを見ると、そういうふうな解説がしてあるんですけども、読み進めて中盤、そのことが分かるまで決してそんな感じはしません。なんだったらエリートのね、お坊ちゃまが、道楽ついでに旅にでも出てんのかなというぐらいに僕は思いました。はい。で、まあ、要はね、でもまあ、ちょっとこう、シュッとした感じなんですよね。で、一人旅をしていると。で、まあ、伊豆に来ているんですね。伊豆の踊り子というぐらいですから、伊豆に来ております。はい。で、4日目のことでございます。はい。修善寺温泉に、一晩泊まりましてですね、湯ヶ島温泉に、二晩泊まって、そして、朴葉の竹下駄で天城を登ってきた。すごいですよ。ね。下駄ですよ。下駄で峠をね、歩く。まあ、これこのお話、まあ、非常に山道とかをね、行くシーンが出てくるんですけども、今からしたら考えられないですよ。そんな山道を行くのというようなところをね、歩いていく。いや、旅に来てるんでしょと。ゆっくりしなさいよ。ゆっくりすることが目的でもなければ、まあ、当時からすればそれぐらい山道を歩くなんてのは当たり前のことなんですよね。だから今の感覚から言うと非常にびっくりするようなね、表現があったりもします。はい。でですね、まあ、一つの期待を持ち、ね、主人公は歩いているんですよ。何だろうと、期待って何だろうかと歩いていると雨が、降ってくるんですね。で、ようやく峠の北口の茶屋、まあ喫茶店みたいなもんですよ、今で言うとね、にたどり着いてね、その入り口でこう立ちすくんでるんですよ。とね、期待が的中したのだと。おお、何の期待だと。こういうふうに思ったらですね、そこに旅芸人の一座がね、まあ休んでいたと。はい。で、突っ立っていた私をですね、踊り子がファッとこう認めましてですね、自分の座布団をこう裏返しにしてポンポンとね、どうぞお座りくださいっていうことを無言でこの所作でね、指し示すんですね。踊り子は17ぐらいに見えた。私にはわからない古風の不思議な形に大きく髪を結っていた。まあ正直こうね、その踊り子を見て、うわいいなと思ってるわけでございます。この主人公は、うわいいよ、かわいいな。なぜかというとですね、私はそれまでにですよ、もうこのね、お話が始まる前に、この踊り子たちを2回見ていると。まあよくあるじゃないですか、旅とかね、まあ旅じゃなくても買い物行ってもそうですよ。なんか この一行によく合うなみたいな、この団体、またこの団体や、もうちょっと違うとこ回ろう、ぐるっと、一緒に共に行動する、なんかね、ディズニーランドとか USJ とか行ってもそうですよ。またこいつらに会うた。
まだこの全身ポケモンの女の子2人組にまた会うたわみたいな、なんかあるじゃないですか。で、男、まあ、その主人公はですね、まあまあそのちょっと興味をね持っていたわけです、正直ね。で、まあ二度見ているとね、その旅の途中で2回見ていた、その旅芸人たちを、ね、で、修善寺へ行く彼女たちとですね、湯川橋の近くで出会ったと。でその時には若い女が3人だったと。で、どこかでまた会うだろうと思ってたんですけれども、その茶屋でね、ばったりと会ったのだということでございます。はい。で、まあ、芸人とよく言ってますけど、まあ、旅芸人でね、今のね、はいどうもーみたいな芸人じゃないんですよ。もう本当に芸をね、太鼓を叩いたりだとか、踊りを踊る、それこそ踊り子っていうぐらいですから、踊りを踊ったりする芸人でございます。笑わせてくれるとかね、和芸なんていうのは今現在の話ですから、和芸なんてものが認められてないですからね。話でさ、面白いこと言いますよって言ったって、そんなの芸じゃないだろお前、踊れよお前、なんか三味線の一つ、芸の一つでもできないのかっていう。芸っていうのはもう楽器ができるとか踊りができるってことですか。今みたいに喋ってはいどうもなんてふざけんなバカ野郎っていう時代ですからね、そこを間違いなくね、旅芸人といったって、そういう人たちなんでございますね。で、まあ、その茶屋のね、おばあさんにですね、あの芸人は今夜どこに泊まるんだろうねとかって聞くんですね。するとおばあさんは、もうあんなものどこで泊まるか分かるものですから、旦那様、お客があればあり次第そこで泊まるんですよね、どこだって泊まりますよあいつらはっていうわけです。当時ですね、まあ、この旅芸人というのは、まあ、正直言いましょう、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけというか、まあ、正直軽視されていたというか、蔑視されていたと言ってもいいぐらい芸人でしょう、ね、今みたいに芸人さん素敵なんていうのありえないですから。いや芸人かね、どうせね何もできなくて芸ぐらいしかすることがないんだろうみたいな。でまあ言ったら賑やかしに来てくれて、ああ面白い面白い、はい、投げ銭だ投げ銭だみたいな、まあ身分が低い人たちだったんですね。で、まあそこでね、茶屋でああそうかということで、主人公の私はですね、お金を置いてパーッと行きます。するとですね、後からね追いかけてきて、カバンをお持ちいたします、ちょっとお送りいたしますってね、そのおばあさんが言うわけですよ。どうしてか、こんなにお金をもらってはいけませんっていうわけですよ。だからそれぐらいそういうところに、まあ、今でいうチップみたいなものをポンと置くんですけど、それが高すぎるぐらいお金をボンボン置いていくんです。エリートに僕は思えるんだけどなという感じでございますけれども。でですね、トンネルを抜けると、雪国ではなくてですね、トンネルを抜けると芸人たちの姿が見えるわけです。あ、芸人たちがいたと。で、私はね、その女の子たちがバーッと、芸人踊り子たちがバーッといるところを、こうそこで追いかけてきたにも、ちょっと何やったらストーキングぐらいにしていたにもかかわらず、知らん顔でスーッと追い抜くわけですよ。ふんみたいな感じ、興味ないよ俺みたいな感じで、でバーッと歩いていると、前にその芸人たちのを連れている男の人ね、一緒の芸人の仲間の一人の男が歩いてるんですね。足がお早いんですねみたいな感じで話しかけてくるわけです。どうもどうもみたいな。で、まあまあ喋ってると結構ね、いろいろ喋って、打ち解けていくわけですよ。でそこに後ろからね、さっきの踊り子たちがバタバタ走り寄ってくる。で中にはですね、四十女って出てくるんですけど、まあまあね、ひどい言い分ですけど、言っときますけど、この伊豆の踊り子、すごく女性蔑視なくだりがいっぱい出てきますよ。これはでもこの時代だからこそです。はい、もうそこはね、なんだこれはと今だと思うような、描写が結構出てきます。女性のこと四十女と言いますね。40歳ぐらいの女の人のことをね、四十女はですね、子犬を抱えております。はい。で、上の娘の雰囲気のね、人ね、まあ17、18、19ぐらいかなの人、まあ実際19歳なんですけども、の女の子が、風呂敷で、まあその下ぐらいのね、17歳ぐらいかなっていう女の子が、柳氷を持ちですね、柳氷あれですね、禰豆子が入ってそうなやつですよね。でそれぞれ大きい荷物を持っていたとね。で、あ、高等ね、学校の学生さんよって言ってね、四十女が話しかけてきたりするわけですね。ああどうもそうです、学生でございます、高等学校のね、まあ学がないね、教育すら受けてないような人も芸人の中にいるわけで、
やっぱり学生さんというだけで、うわすごいみたいな羨望の目でね、見たりするわけです。で、私と男とはこう絶えず話をしてね、親しくなったんですよ。で、私はですね、下田まで、一緒に旅をしたいんだよねと思い切ってね言うんですよ。いや君たち面白そうだね、ちょっと一緒に旅でもしないかいみたいなね、ことを言うわけです。で、娘たちはそれを聞きですね、至極何でもないというような顔で黙って少し恥ずかしそうにした。え、どっちやねんという、ね、至極何でもないよ、だけどちょっと恥ずかしい。すっごい難しいですよね、演技をしろって言われたら、全然普通でもポッっていうね、よくわからないんですけれど、まあそういうような表情をしたと。で、部屋でですね、一緒に部屋に行きますだからね、あの泊まる宿のね。で、踊り子はですね、私の前に、バッと座ったりするんですけども、するとですね、緊張からかもう顔が真っ赤になって手がブルブル震えてですね、お茶をバーンこぼしたりするわけですよ。で、まあやらしいって指示女がね、まあやらしい、この子は色気づいたんだよ、あれあれとかね言ったりするわけです。で、男はですね、男はというか、まあ、主人公はですね、同じ宿に泊まるもんだとなぜか思っていたんですけれども、そこはね、男が、こんなね、キチン宿っていうらしいんですけど、これはもう非常にもう最下層の、今で言うと何でしょう、寝カフェみたいなもんですかね、もう雑魚寝してくれみたいな、もう一番安い宿に、一緒に泊まろうかと思っていたけども、男の人がいやいやな、学生さんはそんなところにって、ちょっとワンランク上みたいな宿のところに、ここに宿がございますからって言ってね、紹介してくれるか、ああそうなの、まあまあいいけれどもみたいな感じで、行くわけですよ。で、共同のね、お湯、まあそういうなんて言うんでしょう、温泉のね、町なんか行くとよくわかると思うんですけども、まあ、共同で入れるようなお湯ね、お風呂がございまして、そこでバーッと男とね、私は一緒に入るわけですわーってね。そこでまた身の上話をねするんですね。で、まあ私は24歳と、24歳ですか、私は20歳なんで、ああそうですか、ね、女房がね、ちょっと、子供、まあ、流産とかしてねとかいうような結構身の上話を聞くんですね。ああそうですか、それは辛かったですねみたいなね。で、男は帰りがけにですね、わーっとね庭の方から、じゃあどうもって言ってね、言ったらですよ、上からね、その主人公の私がね、これで牡蠣でもお上がりなさい、2階から失礼って言って、お金を包んだ紙をポンってやるわけですよ。これなんとも失礼なというか、ね、今の感じからしたら考えられないでしょ。これで何でも食べたらいいよってお金包んでパンって放り投げる。これあの映画のね、伊豆の踊り子のシーンでですね、高橋英樹さんがやってらっしゃるところをちょっとシーンで見たんですけども、結構やっぱね、なんか今の倫理観から言うとひどって思いますよ。ポーンと掘り投げて、でパーンと落ちてです。いやいやいや、これはどうも、拾えませんよとか言って一回行くんですけれども、結局置いててもしょうがないから、置いててもしょうがないよって、あ、じゃあって言って、まあ、拾って帰るわけですね。まあ、だからこういうとこ見てもやっぱりエリートっぽいんですけれどもね。でですね、夕暮れからですね、この日雨になります。バーッと雨が降るんですね。で、雨の音の遠くにですね、太鼓の音が聞こえてきますね。トコトンポ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 ンみたいな、どういう太鼓だか分かんないですけどもね、で、それを聞いてですね、あ、芸人たちがお座敷に呼ばれているんだっていうことを分かるわけですよ。あ、これはやっとんなね、ポン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 、あ、やっと踊っとんな踊っとんなね。で、その太鼓の音やですね、足音なんかも聞こえるわけです。それにこう耳をそば立ててるとですね、もう気が気じゃないんですよね。乱れた足音がしばらく続いた。そしてピタと静まり返ってしまった。私は目を光らせた。この静けさが何であるかを闇を通して見ようとした。踊り子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった。まあ、だからね、結局ね、踊り子にちょっと恋をしてるなんてことは言わないけれども、まあちょっとこう気になってもね、もうなんかいるわけですよ。で、今夜汚れてしまう、汚れてしまうんではないか、あの彼女たちはっていうふうに思うと、もう気が気じゃない、全然寝れないんですよ。お風呂に入ったりとかもするんですけど、もう気が気じゃないというふうに、ね、なるんですね。で、夜中の2時ぐらいまでね、もう悶々とします。はい。で、翌朝9時過ぎにですね、また男が訪ねてきましてね、その芸人のね、あ、どうもどうもって言って、で、一緒にまたお風呂に行きます。で、昨夜はだいぶ遅くまで、賑やかにやってらっしゃいましたねみたいに言うわけですよ。なら、聞こえましたか。いやー、ほんとね、まあでもあれ地元のやつらですからね、そんなね、騒ぐだけで大したあれでもないんですけども、ね、あ、
ほら、あそこの向こうの湯にあいつらが来てますよっていうわけですよ。で、ほら、こっちを見てね、笑ってやがるよ、見つけたんだどうやらね、とか言ってるわけです。何を言ってるんだ。パッとね、その、男が指さす方向を見るとですね、ほの暗い湯殿の奥から突然裸の女が走り出してきたかと思うと、脱衣場の突っ放に川岸へ飛び降りそうな格好で立ち、両手をいっぱいに伸ばして何か叫んでいる。手ぬぐいもない真っ裸だ。それが踊り子だった。これがまあこの小説のいわばまあ一番クライマックスというか最高潮のところで一番有名なシーンでございますよね。もうちょっとこう恋心も抱きそうな17歳のあのね踊り子と思っていた子がですよ、素っ裸でこっち向かってわーってやってるわけですよ。なんだと、どういう状況これと思うわけですよ。でもそこで気づくのが、うわ裸だ、うわエロじゃないんですよ。あ、子供だって思うんですよね。あ、17、18だと思ってたけども子供じゃないか。実際14歳だったんですこの踊り子はね。あ、なんだと思うわけですよ。だから恋心を抱いていて、ちょっとおいおいおい俺って思う部分と、なんかねこの複雑な感情っていうのはちょっと特に女性だとちょっとわからないかもわからないですけれども、ね、まああそうだったんだ、あ危ない危ないみたいなことなのかもわからないですけれどもね。でですね、湯河野の方をですね出発する旅立つ日にですね、まあ芸人たちの宿の方にバーッとね、朝起きていくと、まだみんな寝てるんですかとね。で、その寝姿にまたちょっとね胸をこう引きしこう引かれたりとかもするわけです。だからやっぱちょっとねずっとこう恋心に近いようなものは抱いているんじゃないかなというふうに思うんですね。でそうこうしているとですね、四十女がですね、今日立つつもりでしたけれども今晩ちょっとお座敷のお仕事がございましてですね、もう一日ちょっと伸ばすことになりましたって言うんですね。ほんならそれを聞いたですよ、私はですよ、私も一日伸ばすよ。もうなんかね気持ちが悪いね。今だとストーカーだと完全に思うんですけど、でここでですね、男からね、その芸人の中の男から、芸人の中のね、あの上の一番上のまあ娘っていうのは19歳の踊り子で、しかも私の女房ですってここで聞かされるんです。あ、そうなんですかと。わあ、ここ夫婦だったのみたいな。で四十女がその母親でですね、で14歳ね、私がこう裸をパッと見たあの14歳の女の子が、男の妹でですね、でもう一人の17歳ぐらいの踊り子がですね、まあこれは雇われたね、まあ全然その血縁関係はない娘だと知らされます。で、自分がですね、あの男の人がですね、自分が名前が栄吉というと、そして女房が千代子、妹が薫という名前なんですよということも聞かされます。はい。で、私はですね、その後、まあ、芸人たちとこう五目ね、五目って書いてるんです。五目並べではないと思う、まあ、多分五のことですかね、をしたりですね、水戸黄門万有記を読んだりとかしてこの頃からあったんですね、水戸黄門万有記ね、水戸黄門ですよ言ったらね、を読んだりして過ごしていたと。で、いつの間にかですね、彼ら芸人たちのですね、大島の、まあ、家へ行くことにね、今度来てくださいよ、おお行くよ行くよみたいな話が決まったりだとかですね、正月にはですね、主人公の私がですね手伝ってみんなが芝居をするようなこともぜひしましょうよみたいな、あいいですね、そういうこともしましょうかみたいな口約束をするんですね。で、宿を出てですね、山道をまた行くんですよ。結構な激しい山道を行って、で私と栄吉はですねスタスタ歩くんですけれども、もうすんごい早いんですよ。踊り子たちは全然ついていけないです。ちょっと待ったれやって思うんですけどもね。で後方でひそひそ話が聞こえるんですよね。まあまあ、あの人はね。でどうやらですね、その私主人公の歯並びの悪いことを言ってたりとか、ひどいですよね。歯並び悪いわよねとか言ったりだとかですね。まあ顔のことをちょっとどうやら言ってると。でもそれにもう聞き耳を立てる気すらならないほど、もう親しい気持ちになっていたと。言うんですね。で聞こえてきます、ちょっとね、いい人よね、でもね本当にいい人ねっていう風に聞こえてくるんですね。二十歳の私は自分の性質が孤児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね、その息苦しい憂鬱に耐えきれないで伊豆の旅に出てきているのだった。
だから世間尋常の意味で自分がいい人に見えることは言いようなくありがたいのだった。ここでようやくそういうことがちょっと分かりますし、まあ、芸人さんたちは、この旅芸人たちは旅芸人たちで蔑視されている部分があるのに、自分たちに非常にフランクによくしてくれる学生さんに、惹かれるし、またそのね、学生さんは学生さんで、自分のねこうちょっと歪んだ根性があるんじゃないかというふうに思っていたのに、いい人ねなんて言われて非常に、お互い慰め合うじゃないですけれども、というような、旅になったということでございますよね。で、公衆屋というですね、この吉賃宿、今度はね公衆屋という吉賃宿に行くんですけども、下田の北口入るとすぐのところにあったと。で、また永吉というに入りですね、またこれね、ここでこれで明日の法事で花でも買ってね備えたらいいじゃないと言ってまた金を渡すんですよ。この羽振りの良さ何って思うんですけれども、で、そんなことをしているからね、もう思ってたんですよ当初から、ね、最初の茶屋の時から思ってたんですけど、金がなくなります結局ね。で、私は明日の朝の船にね乗って東京に帰らないといけない、旅費がなくなってしまったよっていうねことになるんですね。で、出発の朝ですね、飯を食べていると永吉がですね道から呼ぶんですね。で、みんなもですねお送りしたいねというふうに言っておりましたけれども、ちょっと昨夜またね遅くなってしまいまして、寝て起きられないので、申し訳ないですけれども失礼させていただきますと、私だけ来ましたと。で、冬はねお待ちしておりますからぜひ来てくださいよみたいな、ね、ことを言うわけですよ。で、ああいいもうぜひにぜひにそれはって言ってね、でバーッと言ってるとですね永吉とね2人で行って、でその永吉にですね、私は鳥打ち帽という帽子をね途中で買ってたんですけども、それをねかぶせてやって、それ君にやるよみたいな感じのねやり取りをいたします。でそうこうしててね、こう乗船場にパーッと着くと、船にね乗るところに着くと踊り子の姿が見えます。そばに行くまで彼女はじっとしていた。黙って頭を下げた。昨夜のままの化粧が私を一層感情的にした。まなじりの紅が怒っているかのような顔に幼い凛々しさを与えていたね、非常にねいい描写でございますけれども、はい。でそこでですね、その踊り子にですね、永吉は他のものはって聞くんですけれども、いや寝ています、寝ているんでしょうね、それはね。よく起きてきた踊り子って思うんですけれども、やはりこの踊り子もね何かしら学生さんに思うことがあったんでしょう。心がちょっとね揺れていたんでしょう、でもですね、辛いのか恥ずかしいのかわからないですけれども、私が踊り子にいろいろ話しかけてもうなずくだけなんですね、一言も発してくれないと。でそうこうしているとですね、なんか突然変な人たちが来て、ああこの学生さんがちょうどいいや、ちょっと学生さん、あんたこのばあさんをちょっと頼むよって急に何って思うんですけども、おばあさんがこう来るわけですよね。で今の感じからするとちょっと分かりにくいかもわからないですけど、当時はもうそういうのもあったんですよ。こう全く知らない人だけどもちょっと良さそうな人見つけて、船に乗るの今から、ちょっとねおばあさん頼むよね、島に着いたらちょっと上野まで行く電車に乗せて、汽車に乗せてあげてよって言ってね言うんですよね。ばあさんはもうちょっともう一人でちょっと怖いぐらいのばあさんで、でその背中にはですね血のみごをくくりつけて、両手には3歳と5歳ぐらいの女の子をこうね手つないでるんですよ。その状態のおばあさんをね、なんかこのせがれがねスペイン風邪で、ね、死んじゃってね、嫁も死んじゃっても身寄りがないんでね、なんとか上野行ったらね身寄りがあるからちょっと頼むよって言ってね、そんなら普通そんなのいやいやちょっと待ってください、今ここで出会ってそんなのって言うでしょ、今だったらね、いいでしょう、もうね二つ返事です、いいでしょうお任せあれ、ね、で連れて行くわけですよ。で、船に乗ります。で船に乗ってね、大丈夫かなと思ったら車座になってね、こう円になってですよ、その乗ってたまたま乗り合わせた人たちがおばあさんはね、大丈夫ですかとか言って言うところ、やっぱり今とは違うんですよね、みんな優しい時代でした、で、最後ね、船にこう乗ってバーッと見送る時もですね、こう永吉はね帽子をもらった帽子をバーッと振ったりとかするんですけど、踊り子はもうしてるわけですよ。でもちょっと離れてファーッて離れていくと
何か白いものを振っているんです。これ何かわからないです。とにかく何か白いものを振ります。はい、で、ああ別れだと、ね、いうことでございます。で、私はですね、船の中でボロボロ泣きますやっぱ辛かったんですね。ボロボロ泣くんですね。すると少年がパッと来てですよ、その船の中に乗ってる少年がね、何か不幸でもありましたかっていうわけですよ。はい、いや違います、今人と別れてきたんですっていうふうに言うわけですよね。そしてラストのシーンになります。船室のランプが消えてしまった。船に積んだ制御と潮の匂いが強くなった。真っ暗な中で少年の体温に温まりながら、私は涙を出まかせにしていた。頭が澄んだ水になってしまっていて、それがポロポロこぼれ、その後には何も残らないような甘い心よさだった。素晴らしい作品なんでしょうけども、なんかねちょっとよくわからない、今の倫理観とちょっとずれてる部分もあったりだとか、なんかその旅の良さっていうのも多分あったりするんでしょうけども、旅芸人の人たちについて回るとかですね、あとなんかちょいちょい出てくるその女性が入った湯は汚いからその後入れないでしょうとかね、すっごい女性蔑視の下りがあったりだとか、まあちょっと今から考えるとちょっとね、なんか感情移入僕は正直できなかったですで最後ボロボロ泣くのもよくわからなかったんですけれども、まあでもやはりさすが川端康成というところで非常にこうね、文章の良さ、あとやっぱり途中でその裸のね、少女を見て、ああ子供だったんだって思うっていうこのシーンの衝撃ですよね。なかなかやっぱりそういうところを描く小説っていうのは他にはないので、やっぱそこがこのね、伊豆の踊り子の、一つのなんか見せ場なのかなというふうに思いました。はい、というわけでございましてね、川端康成やっぱりね文章がすごく美しくて非常に勉強になるので、これからもね読んでいこうと思います。ちなみにこの身長、これちょっとね前のデザインなんで今想定変わってます。なんかこうかんざしみたいなねやつになってるんですけども、かんざしじゃないか、あの櫛か、櫛みたいなやつになってるんですけども、この中にね金銃という小説がありまして、これも非常に名作だと言われていますので、ちょっとねまたそれのその方金銃の方もね、近々紹介したいというふうに思っております。はい、というわけで今日ご紹介したのはですね、川端康成伊豆の踊り子でございました。どうもありがとうございました。